どうも、弁償とやよくしーです。ジャンクテクノ TV をいつもご覧いただきまして、誠にありがとうございます。で、そのジャンクテクノ TV なんですけども、最近徐々に再生回数が落ちてきまして、はい、非常にちょっとどうしようかなと思っているところなんですけども、まあ、もともと僕は、もう3年ぐらい前から YouTube を始めてるんですけども、その頃からずっとやってた YouTube のアカウントを、まあ、半年ぐらい前に、自らの手で削除しちゃいまして、過ちがあって、まあ、この話ちょっと前っていうか半年、やっぱ半年前にしてると思うんですよ。それで装おうよ新たにとかっつってやり始めて、一番最初の多分チャンネル紹介動画のところに載ってるのはその喋り口調が載ってると思うんですけど、でちょうど YouTube まだその削除をする前にボルカ、まあ、最近っていうかちょっと半年前ぐらいに去年の6月ですね、発売になったボルカが噂になってて、あ、これいいなって思って、これをちょっとメインにして動画撮っていこうって思った矢先に自分の削除しちゃったので、いやどうしようって、また一からもう製品も注文しちゃった後でね、製品もね3台注文しちゃった後で YouTube のアカウント削除しちゃって、いやどうしようかななんて思って、それからまあどうしようもないのでまあ届いてから動画撮ってみんなにシェアするしかないので、とりあえずやったところ、やはり非常にボルカというマシンがですね、世界的にも非常に話題性があって、まあ日本でも特に、まあそうなんですけど、まあ社会現象的なぐらいに噂になってたコルムさんの新製品だったんですけど、まあそれをフューチャーしたところ、まあ2年、その時は2年間ですね、2年間積み上げてきたのがたったの数ヶ月でもうガンってその分の再生回数と視聴者の登録数が同じぐらいに伸びちゃったんですよ、ボルカのおかげで。だから、あ、これそのままいけんなって思ったんですよね。そのままいけちゃうじゃんこれでって、これでいろんなことをちょっと面白いことをやってみせればどん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 増えていくんじゃないかなと、まあ、実際ねチャンネル登録者数は徐々に本当に徐々に日々増えてるんですけど、再生回数がもうガクガク落ちてるんですよまあもうちょっと飽きてるのかなというところもあって、でまあ僕いろんな方の YouTube の動画見させていただいてるんですけど、まあ特に外国人の方は割とあんま僕のチャンネル見てくれる方外国人の方多くて、コメントくれる方も外国人ばっかなんですけど、非常になんていうか僕のやってるコンセプトをすごい褒めてくれるんですよね。でまあアナリティクスだからちゃんと言えてねえじゃねえかっつってとにかく集計見ると、まあ日本の方が再生回数が多いんですよね。日本の人の方がたくさん見てくれてるみたいなんですけど、ですけどあんまりまあコメント書いてもないかなと、まあ見ちゃいるけどまあコメントするまでもねえやっていうふうに見てるのかなというところで、でまあなんでかなって思って、こう日本の人と外国の人との見方がやっぱ違うのかなと。外国の人はどうしても音楽でマニアが好きな方がいたら、まあそれにこうまあ心底フレンドリーになるっていうところがあるんだけども、日本の人ってどっちかっていうともうザッツノーマルなんで、あんまり僕みたいに凝り固まったことをやってるとちょっと絡みづらいのかなっていうのが非常に
最近感じましたね。いろんな方のやっぱチャンネルの内容を見ると、どちらかというとなんかこう僕みたいにパフォーマンス重視で音楽だけ流しているという動画よりも、やっぱ高再生回数と高チャンネル登録者数を決めてる、まあ、有名な YouTuber の方とかっていうのは、大体こうビデオブログ的なことをやってるんですよね。いろんなこと喋ったり、いろんなことを話題にしたり、いろんなことをやったりして、まあ、文字でブログを書いて、アクセスを集めるのと同じようなことをただ動画にしてやってるという方が多くて、まあでもそういうことはちょっと基本的には僕のこのジャンクテクノ TV では無理にやるつもりはないなと思いましているんですけど、まあそろそろちょっと顔出した方がいいんじゃねえのって思ったんですよね。皆さんね、自分が出てきてちゃんと喋ってこう内容ね、自分のメッセージを伝えてるっていうことが日本人の YouTuber の方が多いので、まあ僕の場合は無声の、本当に僕の言葉は一切ない、僕の顔も大体半分くらいこうやって映ってないとか、それで機材だけ映ってるっていう、そういう動画が多いので、ちょっと顔出した方がいいなと思いまして、今日はちょっと前置きで会話を出させていただきます。はい、まあ、この後にちょっと面白いものを紹介しますんでね、ちょっと今日長くなるんですけど、で、まあ、普段僕アシッドハウスとかアシッドテクノっていうジャンルを主にパフォーマンスでやってるんですけど、まあまあ、明らかに主流の音楽じゃないんですよ。もう70年代とか80年代後半に入る前にはもう下火になってた音楽ということで、随分と今明らかに主流じゃないんですけど、マニアックな音楽なんですけど、でもちょっと最近リバイバルがこう来てるんじゃないかなってこうちょっと見直してきてるのかなと。知らない世代とかもやっぱいると思うんですよね、そのリアルタイムの世代じゃない人って。僕もそんなにアシッドハウスが流行ってたところはまだ小学生とか中学生なんで全然聞いてないですし、でまあリアルタイムでは全然体感してない、まあ、最近になって急にハマりだした人間なんで、なのでまあその中でも最近は少しずつまたちょっとその面白さが見直されてきてるのかなと。まあ、価値が見直されてでっかくなるってことは多分ないと思うんですけど、爆発してドカーンとなることはないと思うんですけど、でも面白さっていうのはみんなにまた再燃してくるんじゃないかなって僕は思ってるんですね。で、まあそれを証拠にちょっとここに並べてあるようなマシンたちが生まれてきてるわけですよ。まあボルカもそうなんですよ実は。まあボルカビーツ、ボルカベース、ボルカキーズと発売されましたけど、あれも3台のね、ミニマルなコンセプトっていうのはやっぱりちょっとアシッドハウスとかアシッドテクノのちょっとファンを狙った、特にそういったトラックを作ってるクリエイターを狙った製品なんですね。コルグさんがもうそのまんまのマシンなんでね、まあ、ここにありますけど、ここにボルカベースで、先にベースから入れちゃってビーツからの方がいいのかな、でボルカビーツで、こちらにボルカキーズがあるんですよね。この3台、まあ、まあ見てまんまの通り真四角でこんな小さいあれなんですけど、まあこんな小さいマシンでも十分な音圧でアシッドハウスができるということで、じゃあ、まあ、一体アシッドハウスって何ぞやというと、まあ、ローランドの TB303 というシンセサイザーがあったんですけど、その当時は二足三門のマシンだったマシンが、まあフューチャーというユニットがですね、レコード出しまして、その二足三門で買ってきた TB303 で演奏したらバカ売れしちゃったというところが始まりだというところです。まあそれもビートの部分は
TR808 とか909とか使ってたりとかして、まあ、そういったあのアナログのビートボックスと TB303 と、まあ、いずれも当時は二束三文でゴミみたいな値段で売られてたものをつなげ合わせて、あのただ同じことをずっとビヨ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 やってるだけなんですよ。うね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 やってるだけなんです。僕がいつもあの動画でやってるようなことを、ただ同じことをずっとやってるだけなので、それをバカ売れちゃったというのが始まりということらしいんですけども、まああのね、それが今ちょっと同じようなことができるマシンがこう それもさらにちょっと冷やちょっとまた昔とは違った、イマジネーションで、もうちょっとハイクオリティにできるようになったマシンがこうボルカということなんですよね。あの値段的にも安くコストパフォーマンスも考えつつ、ちょっと昔のアシッドハウスよりはちょっとかっこよくできるというところが、まあちょっといいところかなという感じなんですね。であとまたアシッドハウスのちょっと見直されてるんじゃないかなって思ったきっかけがですね、ちょっと昨年末にちょっとまあ地元のクラブイベントに行った時に、まあまあかの有名な DJ もしくはあの二人組で有名な石野卓球さんがDJ をやられたイベントに行ってきまして、で、まあ、そこでまああの方のプレイの時にもう一発目からシットハウス流したんですよね、あの人ね。なのでやっぱちょっとなんかこう今流れ的にそういう雰囲気があるのをあの人も掴んでて、ちょっと地元で田舎なんですけど、こっち静岡なんでまあ石野崎さんも静岡のね生まれなんで、たまに遊びに来てくれるみたいなんですけど、でもまあそういったど田舎来てアシッドハウス流すというところはやっぱりちょっとやっぱり少し見直されてるところがあるのかなと、みんな面白さがまた再びふつふつと湧いてきたのかなと。あんまりね外国でフィーバーしてた頃はそんなに日本では有名にはなれなかったけども、メジャーにはなれなかったけど、今はちょっとマニアではの中ではちょっと少しずつふつふつとその面白さが伝わってきているということじゃないかなと思います。でまあですね、僕はいつもどんな機材使ってるのかって、まあ普段並べてるから大体見たことあると思うんですけど、僕の動画見てくれてる人は、まあ一番よく使うのこれですね。これゾックボックスっていうアシッドマシンのシンセサイザーなんですけど、これも TB303 のクローンなんですよね。でこれはもともと自作で作る DIY のキットの製品なんで、ハンダ付けとかしてちゃんと電子部品組み立てられる人じゃないとちゃんと作ってちゃんとした形にできないっていう、そういうとんでもない製品だったんですけどね。僕はとてもじゃないけん作れないんですけど、実はこればっか作って改造品とかいっぱい出してらっしゃる方もいるんですよ。まあちょっとよかった、まあちょっと本人に無許可でツイッターのリンクとか載せちゃおうかなとか思ってるんですけど、まあどなたか知ってるんですけど、ね、もう今僕はオーソドックスなやつ持ってるんですよ、これ。本当に当時あれで発売されてた当時の筐体で、このプラスチックの筐体のDIY キットで売ってたものを、僕は完成品をただ人に譲ってもらったんですね、これ。それでそれをいろいろ中の OS を変えたりとか、そういうことは自分でやって書き換えとかそういうことはやったりして使ってるんですけど、まあもうアルミの筐体だったりとか、いろんなカスタマイズされたいろんなゾックボックスが存在してて結構面白いんですよ、これ。で一時もこれだけで YouTube の再生回数稼げてたんですよ。もうすごい見たいやつがいっぱいいて、だけどもうちょっと今飽きてるのかなと飽きてるのかなと、これをね
XOBOX って書くんですけど、これだけで検索して昔は引っかかったんだけど、最近ちょっとあれなんで、でもあのすごい素晴らしいあのクローンです。これは本当にあの TV303 の本当に似た、本当に似た音がするんですよね。そのまんまの音がします、これは。はい、でまあこっちにあるの、これも時々よく使うんですけど、アシッドラムのベースラインっていうので、さっきのこのね、ゾックボックスをこんな感じに改造しちゃって、作っちゃったりとかしてるような感じなんで、なんかこれ見た目は似てるんですけど、でも割とちょっとそれほど人気がないかなと。でもこれも僕よく使うんですけどね、ただちょっとちょっと音圧弱いかなっていうのがあるんですね。こっちに比べると、こっちに比べるとちょっと高音はキュイーンって、これを上げた時のキュイーンっていうのは強いんだけど、なんかちょっと細いかなと、音が。こっちの方が太い音がするかなと。だけどちょっとこもってるかなって。だから場合によって使い分けてるかなって感じですね。はい、でまあ当然これの方がこっちより高いんですけど、まあこれはちょっと10万ほど出して買いました、発売当時に。で今も使ってるんですけど、まあ稼働率はこっちのゾックボックスの方が高いということで、まあでもこれもいいマシンですよ。今僕はもう初期バージョンなんで、かなりシンプルな内容しか備わってない、ベースラインなんですけど、今アッシュドラムのベースライン3っていうのが出てるので、まあ、そっちの方はもうスイングとかできたりとか、いろんな機能がもっと搭載されてて、もっといいマシンです。はい。まあちょっと興味があったら、楽器屋さん、多分ですね、渋谷の 5G さんにしか置いてないと思いますけど、店頭にはね、行く時があったら、表参道駅で降りて、原宿の横のビルに行ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、この後ろにもね、ビートマシン、僕 TR-505 なんてのを使ってみたりとか、こっちに MFB の503とかっていうの、これはちょっとどっちかっていうと、TR-909 のクローンに近い、ビートマシンなんですけど、こういうのをつなぎ合わせて、いつもやってます。まあ、こっちにもいろんなシンセは使って、やってますね。はい。でまあそんな中でですね、やっぱどうしても中心になるのがボルカだったんですけど、これまでは。でもちょっとボルカだけではちょっとネタがもう過ぎてきたなと。同じことやっててもやっぱり飽きてきちゃうので、再生回数は伸びませんし、で何やったらびっくりするのかなって言っても、そんなに私技術がね、すごいわけじゃないので、なんかもうちょっと違う、サウンドがメインなので、音の紹介がメインなので、もっとね、違った種類の音が出るもので、コストパフォーマンスに長けてるものってものをですね、紹介したくて、ちょっと年末年始探してたんですけど、すごい面白いものがあったんですよ。それがですね、こちらのさらにボルカより小さい、重低音少年っていう、シンセサイザーです。はい。でもうこれはこっちにあるマシンのように、ステップシーケンサーっていうのはついてないんですけど、音源だけなんですけど、でも音源だけなんだけど、すごい音するんですよこれ。でこの動画出す前に、もうすでにこれのデモ動画僕作って流してるんで、見たことある方は多分音は聞いたことあると思うんですけど、非常にディストーションをかけた時の、TB303 に非常にそっくりな音がするんですよね。はい。でこれ中身は実はセルビア製の、セルビア共和国製の、音源ボード、もともとはそのボードだけで全てをMIDIでコントロールするっていう状態で売買されてる
ものを、日本人の、設計者の方、方がいるんですけど、この間ちょっとその設計者の方ともちょっとツイッターとかでお話できたんですけど、まあ、その方がこの、ガジェットに作り変えて、MIDI で全てコントロールするってなるとプログラミングとかめんどくさいと、しかもまたね、ミリコントローラーとかミリコンとか持ってこられてつなげなきゃならないからめんどくさいと。でもこれならキーボードをつなげる、もしくはシーケンサーをつなげて演奏を流し込むだけで、あとは全部のパラメータ全てつまみで動かせるんですよ。このつまみを動かすのがまたね面白いんですよね。それがまたすごい暴れるんですよ。これをですね、今日はこの間のは本当にデモで見せたんですよ。僕のね、視聴者さん外人さんが多いっていうことをさっき言いましたけど、外人さんにも分かるように作ったんですけど、今回はもう本当に日本人の皆さん向けって感じで、ね、この重低音少年は外国ではまず手に入らないので、音源ボードはあれですよ、セルビア製なんで輸入すれば外国人の方でも手に入ると思うんですけど、この重低音少年って名をつけてるのがその設計者の方なんですけど、この重低音少年っていうこのガジェットは日本でしかも 5G さんに行かないと売ってないということなんで、ちょっと日本人の方向けの今日は動画を制作して皆さんにお届けしようかなと思ってます。はい、もう完全に今日狙い目は日本の皆さんです。外国人の皆さんじゃありません。はい、だから日本語で喋りまくってます。英語も一切使いません。はい、でまあね、この性能とやらは今からちょっとデモ動画をこの後お見せしますので、またこの間流した動画とはちょっと違った側面から皆さんにお届けしたいなと思います。はい、じゃあちょっとこちらの重低音少年のパフォーマンスの方をどうぞご覧ください。はい、それではですね、早速重低音少年の方、こちらのデモ動画の方を、やっていきたいと思います。はい、でこの間はですね、重低音少年だけをピックアップしてアップに撮って、これの音だけを撮影した動画をアップロードしたんですね。まあこんな音がしますよっていうことで、はい、でまあそれだけでも十分これの音の魅力に感激してくれた方はいるんですけども、まあさらにですね、今回はですね、もうちょっと分かりやすいようにどれぐらいいろんなマシンがあって違うのかっていうのを分かりやすくするために、まあ同じような価格帯のシンセサイザーでボルカベース、こちらも使ってやってみます。こちらもね、アシッドチックな音が出るベースシンセサイザーなんで、それとあとドラムマシンにボルカビーツを使います。ダウの、プラグインシンセのドラムは使いません。せっかくなんでボルカビーツを使います。はい、あと、まあ、せっかくね、これを立ち上げたんでパソコンでやってるんでソフトウェアシンセも使います。はい、これはホスキョンというソフトウェアシンセです。これもソフトシンセは、TB303 をエミュレートしたソフトシンセです。D16 グループというところが、ね、ずいぶん前に発売されたものなんですけども、未だに使ってます。はい、こちらもちょっと使ってやってみようかなと思います。で、計、まあ、4台分ですね。4台分の、マシンで、やるというような感じで、パソコンを使ってちょっとデモ動画を撮ります。はい、じゃあちょっとやってみましょうかね。早速、どんな音が出るんでしょうか。まあ徐々に解き明かしてきますんでね。まあ、あんまり僕はね、普段パソコン使わないんですよ。DAO の方はあんまり使わないんですよね。どっちかっていうとハードウェアの方で機材をつなげてやるタイプなんで、あんまりソフト使わないんですけど、まあ、今回はこの重低音少年のがどんな風にこうコントロール
したらいいのかなっていう参考にしてもらうためにDAO を使った方がいいかなと思いまして、ハードウェアシンセでつなげてるところを見せても、あ、ハードウェアシンセじゃねえやハードウェアのシーケンサーですね、単体のシーケンサーつなげてみせるよりも、こうやったパソコン環境でつなげてもやれるよってところを見せて見てもらった方が分かりやすいかなと、さらに魅力も分かりやすいかなと思いますので、今回はパソコンにしました。まあね、パソコンの、キャプチャー画面じゃないんで、ちょっとパソコンの中身までは見づらいですけど、ちょっとその辺は、ちょっと勘弁してください。はい。じゃあちょっとまずビートから鳴らしていきましょう。はい。じゃあスタート。まあこんな感じのちょっとハウスビート。まあ4小節のね、ループを作ったんで、これを基準に少しずつ音を解き明かしていきます。はい。じゃあまず、ホスキョン鳴らしてみましょうか。ソフトシンセね。こんな感じなんですよ。なかなかいい感じですよね。これもこれもいい感じなんですよ。僕探して探して、これこのソフトシンセホスキョンがね一番いいと思ったんだよね、うん、じゃあ次、まず最初にボルカベースから再生してみます。あるんだけど、ちょっとある一定のところから上げると急にかかるんですよ。下世話に急にかかるんですまこれはこれで面白いんだけど、だけどちょっとね、スマートじゃないな、スマートにいかないな。なのでどうしてもボルカベースはなんかこうベースでこうまったり聞かせたいときはすごい分厚くていいな、ね、これもボルカビーツもすごいドスンドスンとくるしね。で今回はいいんだよ、ボルカの説明じゃねえんだよ、ね、でここで重低音少年の方に行ってみます。切り替えます。優しい音になっちゃったかな実はですね、ちょっとわざと優しめにしてあるんですよ今。ミキサーの方でボリュームも下げてね。こっから来るんですよ、こっから。一回ね、ミュートしてみるね。急にドカッてかかるからね、びっくりするんだよこれ。ここ今ね、シフトボタンっていうのを押して、ここのレゾナンスのつまみを回したんだけど、これシフトボタンを押すとしながら回すと、これディストーションがかかるようになってるのね。ボルカビーツにはベースにはディストーションとかエフェクトの機能全くないんだけど、これはねディストーションがかかるようになってるんで、
でこれをディストーションかけた状態でもうちょっと結構かなり深めにかけちゃった、ね、かけちゃった状態でグイッと上げていくと少しずつ汚ね、いいねいいね、いい感じじゃないですか。もう単体でこの音再現できちゃうんですよ。これこのシンセ、他のクローンって内蔵されてないでしょ、こういうなんていうの、エフェクトみたいなやつ。まあなんかサーキット弁当みたいなことをやってる人たちは TV303 改造して、ね、デビルフィッシュとかってあるじゃんね、なんかねマニアックすぎるってまああんなの作っちゃったりとかしてさ、ギリギリにもっともう単体だけで鳴らせるように改造しちゃってる人いるけど、これは単体でそれできるんだよね。でこれの重点少年のいいところはね、滑らかなのすごい、このレゾナンスのかかり具合が、さっきのボルカベースみたいにゲスワにかからない、上げてっても上げてっても、あもういつまででもこうやってたくなるような、ちょっとね、やってるとギリになくなっちゃうけどねで、ここにドライブっていうのがあるんだけど、このドライブっていうのはちょっとディストーションとは違うんだよね、まあオーバードライブだね。これはね、これをちょっとディストーションかかった状態で上げすぎると、ディストーションのこの構造上ね、中にエフェクトが入ってるんじゃなくて、外部に信号を出した時に外部 のミキサーとか、入力信号で音を歪ませるっていう仕組みらしいのね。なので同時にグイッて上げすぎると音がちょっと逆に相殺されて弱くなってきちゃうので、どっちかだね、うまい具合のところを見つけてやっていく、音作りしていくみたいな、いつまででもやったくなっちゃう、こうやって。から抜け出せない、なかなかっていうのがちょっとあるかな。あのね、単体でシーケンス組めば、ボルカベースって、3VCO あって、それを独、それぞれ3つ違うフレーズを打ち込めるから面白くなるんだけど、それでもそれぞれのパラメータを個別にいじれる感じじゃないので、どうしてもやっぱベースの枠を超えないかな。どうしてもベースやらせたくなっちゃうんで、この分厚さで。しかもこういうダウでコントロールしてたら余計にね、ベースやらせたくなっちゃう。それでこうまた重点を少年に戻ると、なんかいいんじゃない、こういう感じの、急になんかこんな風に急に
ギュ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 って言って行って、急にまたモコモコしたベースに戻るとこれなんか2台あるといいんじゃないかな、2台あるとね、使い分けて、途中で、今、4小節のループでやってるもんでフィルイン何も入れてないから、モタッとしてるけどビートがね、ずっと同じことの連続だけど、例えばあそこなんかでちょっと、ね、おかずなんか入れてタタタタタタタって入れた後に急にこれがここら辺でなんかドラムフィルなんか入っちゃってさ、で急にこんな感じで、でこのコスクなんか止めちゃったりすると、また聞くと箱だけになったりして、ね、今ね、一つのシーケンスでボルカと重点音少年鳴らしてるから、同時には鳴らしてないんだけど、これで入れ替えたり差し替えたりしてるだけでも結構面白いかな。いつまでもやっちゃうかな、これじゃ時間がいくらあっても足りねえやって感じあんまりね、だらだらやっててもね、みんな飽きちゃうんでね、そろそろ締めにしましょうか。じゃあ重点音少年締めましょうか。今全部、違いが分かるようにフォスキョンも重点音少年も、ボルカーベースも全部、ノコギリ派でやりました全部ね、クケ派も全部あるんですよ、TB303 のクローンなんでクケ派もあるんで、もっとさらに音色が変化します。これは今回はノコギリ派だけでやりました。ノコギリ派だけでもあれだけ楽しいと。ですね、はい、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。まあですね、僕普段ですね、まあ、動画の中でも喋ったと思うんですけども、普段は僕ハードウェア の MPC ってシーケンサーしか使わないんですけど、今回はちょっとね、なんとか頑張ってノートパソコン、今まで本当に事務処理的にしか使ってなかったんですけど、なんとかソフトウェアとか移植して動くようにカスタマイズして、それでDAW でコントロールしてボルカと一緒にやってみました。まあね、ちょっとねボルカとの違いとかも分かってもらって、非常にこれの特徴っていうのが分かりやすかったと思います。この間のね、前やった動画っていうのは本当にこれだけの商品、音の紹介だったんで、まあどこが違うのかっていうのは分かりづらかったかもしれないんですけど、こうして他のマシンと流してみると、あ、なるほどこう違うのかなと、しかもソフトシンセの音ともちょっと違うかなっていうのが分かってくれたんじゃないかなと思います。それと、まあ、やっぱここですね、こういうのを鼓動を動かした時のこの暴れ具合って言ったらないんですよ、これ。ね、
同じ値段でね、値段価格帯なんですけども、だいたいこのボルカと同じ価格帯なんですけども、まあ、あのステップシーケンサーがついてないっていうちょっとデメリットもありますけど、まあ、それ抜かしたとしてもこの音はすごいなと思いますね。ちょっと特徴があって他にはないかなと。多分こちらのゾックボックスとか、あのベースラインとも違う、こっちであの流そうと思っても、絶対ディストーションとか通さないと出せない音がこれ一台でギュイ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 グワーッグワーッって言っちゃうのに、ギュイ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 って言っちゃうんですよね。そういうちょっと暴れ馬ということで、小さい暴れ馬ということで、非常にまあね、アシッドハウスとかアシッドテクノ、そういったいわゆるまあピコピコ系じゃないけどウニョウニョ系と言われてるような人たちは、非常に、おすすめのマシンかなと。結構見た目だけでチャッチくてスルーしてる方もいると思うんですよ。まあ、そんなコメントもらったりとかもしてるもんで、見た目に似合わず、素晴らしく、中身の濃い層の厚い音を出してくれるシンセサイザーなので、ぜひとももし機会があったら、ぜひ手に入れて遊んでみてください。はい、今日はですね、公にいっぱいちょっと顔を出しましたけども、まあ次回からはね、またちょっとパフォーマンスの動画に戻りますんで、またお会いする時がありましたら、お話しする時がありましたら、またぜひ長々喋りますかもしれませんが、よろしくお願いします。じゃあ、今後ともジャンクテクノ TV よろしくお願いします。